藤谷蓮次郎です。えー、今日は西城秀樹さんの一曲いきたいと思います。えー、秀樹さんの一曲としてはこれもあまり取り上げられることはないような気がするんですが、まあ、最初の出だしから、出だしのところからかなりユニークな、 私はちょっとユーモラスさも感じるんですが、で、一,一曲全体を聞くと、やっぱり秀樹さんと本当はこういう面もあったんじゃないかなと勝手に前から思ってる気持ちがあるんですが、それが少しまた自分の中でむっくらと気持ちをもたげてきたというか、そんな感じの曲です。西城秀樹さん、この愛のときめきをめぐって、 どんな風にというのがいきなり始まる曲ですね。女性コーラスで。えっ、ー、と、1975年2月の曲です、えー。発売されたシングルです。えー、詩は安井和美さんですね。えー、で、えー、曲と編曲は赤の太刀夫さんという方で、ごめんなさい。この方よく存じ上げないんですが、 えまあ詩の安井和美さんで言うと曲全体がやはりあの自分が夢中になっている女性になかなかその気持ちを分かってもらえないどう伝えたらいいんだろうどうやってこの人にあなたに思いを分かってもらうそして自分と結ばれてくれるんだろうっていう歌なんですけどそれがですね最初の女性コーラスのどんな風にから始まる感じえそれで、えー 割としっとりと、英樹さん割としっとりとした感じで歌ってくれますが、えー、やっぱりサビの方でぐっと盛り上がってはいきます。まあ、でも、あの、情熱ものの英樹の,あの、あの、ワイルドラフな、ワイルドセクシーな英樹ではちょっとないんですけども、ただ、こういう置き方というか、あの、言葉を一つ一つ丁寧に聞かす感じっていうのも英樹さんあるんだな、というのは、今回聞き直してて、あのー、私もしっかり、えー、あ 今まで知らなかったけどこういう面があるんだなと思ってる次第ですがただポイントはですねやっぱり私この曲を聴いても秀樹さんってある程度グループ思考はあったんじゃないかと思うんですえっ、ー、とそれもねどっちかっていうと黒っぽいアメリカの黒っぽいこうバネの効いた音楽をやる人たちのあの表現力の感じじゃないかなと えと女性コーラスが最初にはっきりした言葉を言ってそこからグッと歌詞の内容につかんでこう連れてくる感じとかはあれってやっぱりこうソウルとかあファンクこういうものに近づいてった方がしかもグループ芸としてのね、えー、そういうところが秀樹さんのボーカルの魅力にはあるような気がするんですがそれをこの この愛のときめきも全く私は同じように。あ、ひょっとして本当はこういう方向ってなったんじゃないかなと。まあ、秀樹とぶつかるパワーのあるボーカルの人があと一人いて、で、他に三人、三人か二人くらい、えー、横で踊れる人がいて、で、えー、女性コーラスが入ってくるなんて感じだとすごく良かったんだろうなと。もちろんこの曲が物足りないということではないんですが、 やっぱり西条秀樹という人のセクシーさというのを本当はねそのグループ的なものに置いたらどういうふうに聞こえたんだろうなと、えー、今回のやつで言うと1975年ですから1979年のヤングマンの大爆発までは秀樹さんというのはそんなに、えー、セールスとしてもバーンと上がったりということはなくて一定ずっと売れてるような気がするんです。 えー、ちょっと今回振るわなかったとこあったと思うんですが、えー、この年上の女性にガンガン行って口説き落とそうとする感じそれも何とかして相手に伝えようという、えー、御三家の新御三家の中でもそういうパワフルな口説き文句みたいなことはやっぱり秀樹さんが一番得意だったんだなと思ったりしています。特に年というのは 何度も繰り返しますが1900この動画の中でも何度も申し上げましたが1970年代の半ばでもジュリー証券というあの秀樹さんとかヒロミさん五郎さんの世代から見るとお兄さんにあたる世代の人たちがテレビドラマなんかでもピークを迎えている時代ですよね。そこから見ると若き情熱家としての秀樹というのがはっきり出てきた曲はっきり出ている時代の曲だなと思っています。 え今日は西城秀樹さんの「この愛のときめき」を取り上げてみました。それでは失礼します